ジェウシクは大韓民国で活動する韓国系カナダ人の俳優。ソウル特別市生まれ。マネジメントサブ所属。1990年、韓国のソウル特別市で生まれる。2001年、11歳の頃に家族でカナダのバンクーバーに移住。2010年、カナダのサイモン・フレイザー大学で舞台演出を勉強していたところ、友人に演出の勉強のため、 先に演技をしてみたらどうか。韓国では、レーンやイ・ジュンギのように二重まぶたではない一重まぶたのスターの人気が高いから、お前も早く行ってみなと勧められ、ドラマ、ドリームハイのオンラインオーディションを受けるため、韓国に戻る。オーディションには合格したが、制作側の都合により出演は白紙になった。2011年、早くを経た後、着ペア相棒で俳優デビュー。二千十二年、 サイモン・フレーザー大学を中退し、中央大学校アジア文化学科に入学。JYP エンターテインメントに所属。2014年、巨人で映画初主演。2015年、ホグの愛でドラマ初主演。2016年、新幹線ファイナルエクスプレスで野球部の高校生、ヨングク役に抜擢。作品は、韓国で観客動員数1 0 0 0 0 0 0人を突破した。 2018年、JYP エンターテインメントとの6年間の専属契約が終了。マネジメントサップに所属。2019年、パラサイトハンチカの家族で、ソンガンホ演じるギテクの息子、ギウ役に抜擢。この役柄について、すごく勉強になった現場だったし、話し手として、 ストーリーを引っ張っていく役だったので、プレッシャーが大きかったけれど、現場を恐れず、気楽に考えるために努力しながら、撮影に臨んだとのちに語っている。作品は、第72回カンヌ国際映画祭で、パルムドールの受賞を果たしたほか、第92回アカデミー賞では、作品賞、監督賞、脚本賞、国際長編映画賞を受賞した。また、 この作品のエンディング曲である、ソジュワングラスを自ら歌った。2014年、2015年、2016年、2017年、2019年、2020年。ありがとうございます。